やっぱり YSP。皆さんこんにちは。本日の動画はですね、ちょっと皆さんにもご協力していただきたいななんて思ったりはする内容ではあるんですけども、バイク業界を盛り上げるっていうことがですね、やはり最近すごく必要なのかなと自分の中でも思うことではあるんですよ。で、これがどういうことかっていうと、結局そのバイクってもっともっとラインナップがあってもいいんじゃないかなってまず思うんですね。で、例えば足つきの問題ってありますよね。どうして足つきが悪いモデルばっかりいっぱい出るんですかとか、どうしてこんなこう外国人向けの設定で開発されてるんですかとか、いろんなですね、そういうところって皆さん不満に思ってたりするところってあると思うんですよ。僕も例えばヤマハってなんでもっと小さいモデル、他社で言ってしまうと申し訳ないですけど、グロムみたいなね、ああいうモデルっていうのが出てこないんだろうとか、やっぱりいろんなことが正直言うとわだかまりとしてはあるんですよ。で、ただそれってまあ愚痴っててもあんまり始まらないし、どうやったらそこが改善されるのかななんて考えてみたんですけども、やっぱりですね、結論としては売れないからだと思うんですよね。数が出ない。じゃあ例えばアンケートなんかにこういうモデル出してくださいって皆さんが書いてパーンと上げて、もしそれが本当にメーカーが作ってくれたとしても、結局採算に乗らなければですね、メーカーの人たちも逆に困っちゃうわけですよね。当然仕事して生活してるわけですから。だからやっぱりですね、そういう部分で二輪業界自体の盛り上がりがないからうまくいかないじゃないかなって思うんですよ。で、だからこういう動画をちょっと今回は撮ってみたんですけども、もっともっと増えたりとか、もっともっと、日本人向けに作ってくれたりしたら面白いなってやっぱ思うんですよね。で、それってやはり日本でたくさん売れれば、当然日本向けのものも増えますし、そうするとやっぱりその未来の今のすごく若い人たちが、極端な話高校生みたいな方々がですね、買えるような予算で小さくて面白いオートバイとかが増えたりとかすればですね、将来性も明るくなってくるのかななんて思ったりはするんですね。なので、こういった動画を撮らせていただいてるんですけども、例えば最近旅物の動画をやっぱりなるべく撮るようにしてるんですね。で、旅物の動画ってすごくその手間と時間がかかるんですよ。手間と時間はかかるんですけども、ただですね、バイクの面白さをやっぱり伝えることができる一番大きい、シリーズなのかなっていうのが実は思いとしてはやっぱありまして、皆さんもオートバイ乗る方も多いと思うので、乗った感動とか乗った楽しさっていうのはもう何者にも代え難いものだっていうのはあると思うんですけども、それをですね、やはり映像に載せて、まだ今ライダーじゃない方々にですね、少しでも見てもらえればいいんじゃないかななんて思ってたりするんですけども、やはりですね、すごく感じるのはもう力不足というか、これを考えてしばらく前からやっぱりやっていて頑張ってたんですけども、どうしても我々探偵の力ではですね、大きなことはできないなっていうのもやっぱり感じたりはするんですよね。で、そこにあたって例えば皆さんやっぱりオートバイ乗ってらっしゃる方々だったりとか、これから乗ろうとしてる方々っていろんな意見を持ってると思うんですよね。もっとバイク業界ってこうだったらいいのにとか、やっぱそういったことってたくさんあるんじゃないかなと思うので、そういったことをですね、例えばコメント欄に書き込んでいただいたりとかしていただくだけでもですね、それをまた情報としてシェアしていただくことによってより広まってくるんじゃないかななんてやっぱり考えたりはするんですね。また皆さんにお願いする形で大変おこがましいんですけど、もしよかったらそういったところを書いてもらって、二輪業界ここをもっとこうしようとか、それもネガティブなことではなくてポジティブな意見がいいななんて思ったりはします。やっぱコメント欄見ててもうなえるようななじり合いだとやっぱつまんないので、楽しいこうすればもっと良くなるのにっていう意見があったりとか、そういうのはやっぱりすごくいいんじゃないかななんて思ったりはするんですね。それとですね、例えば同じ業界の方々でもですね、やっぱり見てくれてる方も結構いらっしゃるみたいで、やはりですね、もしいろいろな形で力を合わせてですね、この業界自体を盛り上げることができればですね、やっぱり本当の楽しさを伝えることができれば、このバイクというものに対しての触るのも楽しい、乗るのも楽しいじゃないですか。それを伝えることができればですね、もっともっと業界って良くなるんじゃないかと思うんですよね。なのでこういった形でちょっとお願いさせていただいてます。そしてやはりですね、最近すごく感じるのは、チャンネル登録者の方々の数って僕正直あんまり気にしてなかったんですよね。だからチャンネル登録お願いしますとかあんまりこう今までやってこなかったんですけど、結局その数の力ってすごくどうしてもあって、
チャンネル登録とかしていただけると逆にその見ていただける数が増えて、そうするとやっぱりその旅物1本撮ったとしてもアクセスの数が増えていくっていうことにですね、もう4年5年ぐらいやっていて初めて気がついたっていうんですかね、ちゃんとした形でやっぱりそういうのも大事なんだななんて思ったりはしたんですよ。なのでチャンネル登録をもし、ご協力いただけるのであればぜひチャンネル登録していただければ目につく数が増えるんですよね、きっとね、あれね、いろんな方に見ていただける可能性が増えて、すごくそうすると皆さんが例えば書いていただいたコメントが、その他の人たちに見る機会も増えていくわけじゃないですか。皆さん YouTube 見ながらスマホでこうやってコメント欄見ながら見ません？で、その時にやっぱりその人たちの意見ってものすごい数に見られてるんじゃないかと思うんですよね。だからやっぱりポイントとしてはネガティブなことは書かないでいただきたい。できればもちろんその不満は皆さん持ってるとは思うんですけど、ポジティブな形、バイク業界こうやったら盛り上がるんじゃないかとか、逆にメッセージ、コメント欄見てるとすごく温まるのが、僕今回 R25 納車になります、楽しみですとかいうところに対して他の方が返してくれるんですよね。で、あ、いいですねとか、羨ましいですとか、もしくは逆にこういう風に乗った方が安全ですよとか、そういうのってものすごいいい文化だし、残念ながらまだ少ないと思うんですけど、でも動画見ていただいている皆さん、やっぱりそういうのできるんじゃないかな、知識ある方多いじゃないですか、コメント欄見てるとすげえ詳しいななんて思う方がやっぱすごく多いので、そういうのをですねプラスの形で力として使えれば、おこがましいですけどこんなお願いしてね、やっぱりすごくその広がるんじゃないかな、バイクの良さ楽しさっていうのは、コメント欄ってすごい力を持ってるんじゃないかななんて思ったりはします。だから皆さんごめんなさい、お力を貸してください。コメント欄に特にこう若い子から質問があったら返してあげたりとか、あんまりこうくだらないこと書かないようにしたりとか、いい方向にやっていけばもっともっとラインナップが増えたりとか、メーカーの人が見てくれて皆さんの意見がより通るようになったりするんじゃないかななんて、そんな夢を最近は見てる今日この頃です。で、ただですね、僕らもじゃあチャンネル登録してくださいなんて言ってよろしくねバイバイって言ってたら大変失礼ですよね。だから10月にちょっとこれをお願いする代わりにちょっと気合い入れてね、動画たくさん出します。試しにどれぐらいそれでアクセス数が伸びて皆さんの目に留まる機会が増えて、それが皆さんのプラスに働くかどうか、それが逆にやっぱりこういうのがいっぱい増えて皆さんに迷惑かけてしまうようなのは別なんですけど、ちょっと試験的に試してみたいなと思うんですよね。なので10月はその代わりに僕も本当に寝ずに働いて店の業務もきちんとやりながら動画もたくさん上げたいと思ってます。で、それがなるべく皆さんのお役に立つ形の情報を提供できるように努力はしますので、そういったところも踏まえてですね、それを見ていただいてから考えていただいてももちろん構いませんし、当然そういった形で自分も頑張りますので、ぜひですねこの10月はですね皆さんで盛り上げてですねコメント欄でポジティブな力で若い人たちをサポートして、バイク業界ってこういういい先輩方がいっぱいいて知識もいっぱい持ってて、すごくそのいい業界なんだなという形で、みんながバイクを楽しんでいただけたらすごくいいんじゃないかななんて、ちょっと夢を見てるというか甘い感じかもしれないですけど思ってたりはします。今回の動画は、そういう、一方的なお願いばかりになってしまって申し訳なかったんですけど、ぜひご協力いただけたらいいなと思います。もちろん同業の方はがっつり協力してくださいね、いろんな形で。僕も頑張りますんで。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。YSP 横浜トスカの動画を見ていただき今回もありがとうございました。ぜひ皆さんのですね足り余る知識をですねコメント欄で若い方々の役に立つポジティブな形でぜひ使ってあげてください。それとですねチャンネル登録もたくさんの人に見ていただきたいという思いがありますので、ぜひですね、いいねチャンネル登録お願いいたします。みんなでバイク業界を盛り上げていきましょう。